今村とし、今村とし、今村とし、1886年6月28日から1968年10月4日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍大将。宮城県仙台市出身。温厚で高潔な人柄と、占領地での軍政、指導能力は高く、名称という評価を受けている。その人柄、 エピソードは今日でも、旧占領国の現地住民だけでなく、敵国であった連合国側からも称えられている。祖父は、母親戦争の際に、仙台藩三号を務める名門であったが、親中してきた新政府軍に対して優雅的な態度をとったため、藩内の強硬派から非難を浴び財産を家来に、ほとんど分け与え、新政府からの感触への呼びかけにも応じることなく、 陰遁した。その後、妻を亡くすと名家から誤彩を押し付けられるなどしたため、酒に溺れる生活を送った。父のコビは、戦災との間に生まれた。コビは、幼少時に冠石を叩き込まれるなど父から教育を受けた。生活が困窮していたため、裁判所の事務員として働きながら家事のできない、ママ母に代わり、定米を育てた。そのような中、 コビは裁判官試験に二番の成績で合格し、裁判官として任官した。コビは陸軍将校の娘である清美をめとり、清美によって、人氏をはじめとする多くの子供が産み育てられた。清美のすすめで、人氏や弟たちは陸軍将校となった。柴田中学、甲府中学校から転入を主席で卒業し、東京で受験勉強していた十九歳の春。 判事をしていた父の媚ビを亡くしたため、経済的に投資を志望していた第一高等学校、もしくは高等商業学校に進学することが厳しくなる。母清美は陸軍士官学校を推薦していたため、今村本人は一高進学か陸士入校かと悩んでいたところ、母の進める軍隊とはどのようなものかと思い、青山の陸軍連兵場で模様されていた。 天覧越平式を拝観しに行った。その際、連兵城前で見た、官兵式を終えて帰る明治天皇の姿を見ようと、天皇の乗る御両者に詰め寄る大勢の群衆の姿に、何か熱く感激した今村は、自宅に帰るその足で郵便局により、陸軍士官学校を受験する強い意志の胸の電報を母に打ち、郷里の連帯区で試験を受け合格した。 9歳まで野尿症を患っていた今村は、青年期になっても夜に何度も便所に立つことから来る睡眠不足に苦しんでいた。そのため抗議中の居眠りをたびたびしてしまい、そのたび教官に怒鳴られていた。軍医や同期生に相談したり、睡魔が襲ってきた時に小場で自分を軽くつくなど、対策したものの、一向に治らず、野外演習中に、 農家からもらった唐辛子を講義中に凍り噛むことで、なんとか眠気覚ましにした。これに気づいた理解ある教官たちは、それ以降今村に対しては居眠りを注意しなくなったという逸話が残っている。陸軍士官学校を優秀な成績で卒業した今村は、見習い士官を経て、陸軍不評少尉に任官し、中尉の頃に陸軍大学校に進学。 そこでも居眠りを繰り返したが、士官学校時代の話は、陸大の教官にも伝わってたらしくそれほど厳しい、説教を受けることもなかった。そのようなハンディを背負いながらも、陸軍大学校を主席で卒業し、恩師の軍刀を賜った。太平洋戦争、大東亜戦争開戦後、第16軍司令官として、オランダ領東インド、インドネシアを攻略するライン作戦を指揮。 陸軍の再生空挺部隊であり、空の新兵と謳われる第一帝進団、帝進部や飛行六十四戦隊、飛行五十九戦隊の一式戦闘機、春の活躍もあり、太平洋戦争における日本の最重要戦略目標であるパレンバンの油田地帯を制圧、パレンバン空挺作戦。さらに百隻弱の戦団を使用する。 最大規模の上陸作戦となったジャワ、上陸作戦では敵軍が日本軍の兵力を見誤っていたこともあり、9日間で約9万3千のオランダ軍と約5千のイギリス軍、アメリ軍、オーストラリア軍を無条件降伏させ、作戦は日本軍の対象に終わった。ジャワ島攻略の際、道東北西のバンタム湾において上陸を図った日本軍と連合軍の間で、 海戦が正規、今村以下第十六軍司令部の座上していた輸送船流城丸などが平井沈没したものの、今村は救命胴衣をつけて海上を泳ぎ、間もなく救助された。攻略の後、オランダによって流刑とされていたインドネシア独立運動の指導者、スカルノとハッタラ政治犯を解放し資金や物資の援助、市巡回の設立や、 現地民の管理投用登録率を支援する一方で、今村は、軍政指導者としてもその能力を発揮し、攻略した石油生成施設を復旧して、石油価格をオランダ統治時代の半額としたり、オランダ軍から没収した金で各所に、学校の建設を行い、日本軍兵士に対し、略奪等の不法行為を厳禁として、治安の維持に努めるなど現地住民の意部に努めた。 かつての支配者であったオランダ人についても民間人は住宅地に住まわせて外出も自由に認め、捕虜となった軍人についても後退グな処置を受けさせるなど寛容な軍政を行った。戦争が進むにつれて日本では医療が不足して配給制となり、日本政府はジャワで生産される白木綿の大量輸入を申し入れてきたが、今村はこの要求を拒んだ。 今村は白木綿を取り上げると現地人の日常生活を圧迫し死者を白木綿で包んで埋葬するという宗教心まで傷つけると考えたからである。これは政府や軍部などから批判を浴びたがその実情を調査しに来た政府高官の小玉秀夫らは現住民は全く日本人に親しみを寄せオランダ人は敵対を断念している治安状況。 産業の復旧、軍需物資の調達において、ジャワの成果がズバ抜けて良いなどと報告しジャワの軍政を、称賛した。また、オランダ統治下で歌うことが禁じられていた、独立家、インドネシアライヤが、ジャワ島で盛んに歌われていることを知った今マムラは、東京でそのレコードを作らせて住民に配り、喜ばれたと。しかし政府や軍部の一部には、 今村の姿勢を批判する者もおり、1942年、昭和17年3月には、今村とは親しい仲である、参謀総長、杉山本が、直々に、バタビアに出張し、今村に対し、中央は、ジャワ攻略戦について満足しており褒めてはいるが、一方でその後の軍勢については、批判が、とにかく多いから注意した前と軽く叱責している。また、 陸軍省軍務局長の武藤明、人事局長の富永教授も今村に対し、ジャワ島でもシンガポール同様に強圧的な政策に転換するよう求めたが、今村は陸軍が布告した占領地統治要項から、公内徳で民衆を悦服させという一説を聞いて要項を改正する前に自分を免職するよう求め、軍政の方針を変えることに抵抗した。今村は、 発行一部というのが、同一家族同胞主義であるのに、何か侵略主義のように思われていると述べており、その後に対する誤解に疑念を抱いている。1942年、昭和17年11月20日、今村は、第8方面軍司令官として、ニューブリテン島に位置するラバウルに着任した後、山本56海軍大将と会見している。今村と山本は、 左官時代から信仰があり、互いに気兼ねなく腹を割って、話し合えるほどの中であり、双方を認め合っていたと言われる。そのため山本が戦死した際には泣いて悲しんだという。今村本人もラバウルに着任後、山本が戦死する直前に、海軍の一式陸上攻撃機に登場し、前線の陸軍部隊の視察を行った際、アメリカ軍戦闘機に襲撃されそうになったが難を逃れている。 1943年、昭和18年初頭、米軍はガダルカナルと東部ニューギニアから日本軍を駆逐し、ラバウル作戦の第一任務を完了した。米軍はさらにソロモン諸島とニューギニアの双方から前進する第二任務の準備に入った。これに対し日本軍はラバウルの防衛線をソロモン諸島のニュージョージアのムンダ岬の航空基地と ニーギニアのサラマウアを結ぶ線とした。防衛部隊の海軍側の指揮官は、草勝富一中将、陸軍側が今村大将であった。日本海軍のラバウル航空隊の活動は、日本軍の航空兵力を米海軍に実際以上に、過大評価させ、精神する、米軍補給路への大きな脅威と米軍は判断した。しかも、ラバウルは今村により、要塞化が進んでいた。 今村は、ガダルカナル島の戦いの先訓から、米海軍の補給路の封鎖を想定し、補給の途絶に対し島内に、大量の田畑を作るよう指導を行い食料のうち、持続体制を整えることにし、今村自身も自ら率先して畑を耕したという。また、アメリカ軍の空爆と上陸に備えるため強固な地下要塞を構築し、病院、 兵器や弾薬を生産する交渉も構築したのである。このような状態を知った米軍は攻略することで多大な損害が予想される上、日本軍の補給路も一本化されることによりむしろ強化されるなどからラバウルの占領を回避し、打撃により無力化するに止めるとの決定をした。ラバウル無力化のために、米海軍はソロモン諸島を占領後、ビスマルク諸島の日本軍航空兵力、 主にラバウルに猛爆を加えた。さらに1944年、昭和19年2月中旬、日本艦隊の根拠地トラック島を空襲した結果、日本海軍の小賀連合艦隊司令長官は、ラバウルの海軍機を撤退させたため、ラバウルの米軍への積極的な脅威は、ほぼなくなった。しかし米軍は、ラバウル封鎖を完成させるために活動した。まず、 ラバウルの東方のクリーン島を占領し、航空基地を設営し、ビスマルク諸島全体で戦闘機の活動を可能にし、次に陸軍のダグラス・マッカーサー将軍はアドミラルテ諸島の東端のロスネグロス島を占領し、航空基地を確保した。さらに海軍がカビエン北西のエミュラ島を占領して、ラバウルの無力化は完成した。こうして、ラバウル守備隊は孤立化したが、 すでに現地自活可能な体制が完成しており、かつ物資も備蓄していたために、今村以下の第八方面軍は、草加中条以下の南東方面艦隊と共に、終戦までラバウル確保した。1945年、昭和20年8月15日、日本が降伏し、第二次世界大戦は終結。今村は戦争指導者、先犯として、軍法会議にかけられる。 第八方面軍司令官の責任を問われたオーストラリア軍による裁判で一度は死刑にされかけたが現地住民などの証言などもあり禁錮十年で判決が確定したその後の第十六軍司令官時代の責任を問うためのオランダ軍による裁判では無罪とされたその後今村はオーストラリア軍の禁錮十年の判決により1949年 昭和24年に菅も高知署に送られた。だが今村は未だに環境の悪い南方で服役をしている元部下たちのことを考えるとふんだけ東京にいることはできないとして1950年昭和25年には自ら多数の日本軍将兵が収容されているマヌストー刑務所への入所を希望した。妻を通して GHQ 司令官マッカーサーに直訴したと 言われている。その態度にマッカーサーは、私は今村将軍が旧部下戦犯と共に服役するため、マヌス島域行きを希望していると聞き、日本に来て、以来初めて真の武士道に触れた思いだった。私はすぐに許可するよう命じたと言ったという。その後、景気満了で日本に帰国してからは、東京の自宅の一宮に建てた近親小屋に自らを遊兵し、 戦争の責任を反省し、軍人恩給だけの質素な生活を続けるかたわら、解雇録を出版し、その印税はすべて戦死者や戦犯決死者の遺族のために用いられた。元部下に対して、今村はできる限りの援助を施し、それは戦時中、死地に赴むかせる命令を部下に発せざるを得なかったことに対する罪の意識からの行動であったと言われる。その行動にけ込んで、 元部下を語って、無心をする者もいたが、それに対しても、今村は騙されていると承知しても、あえて拒みは、しなかったという。国立国会図書館建成資料室に、今村の肉声を伝える、回想談話録音が残されている。1968年、昭和43年10月4日、死去、去年82年に、指揮官としての戦術面では、 実戦を指揮したのが、シナ事編、ジャワ攻略戦とそれに付随する戦闘のみであり、ラバウルではほとんど戦闘が行われず、アメリカ軍と本格的に戦果を交えることはなかった。しかし、第5師団長として指揮を取った南寧作戦では、この絵師団と第18師団の援軍が到着するまでの数十日間、小海石直系の精鋭部隊を含む、 数十倍の戦力を有した中国国民党軍の大攻勢を物資不足と炎熱化の劣悪な環境ながら防ぎきることに成功し、乱印作戦では極めて短期でインドネシアを攻略している。今村の軍人としての能力、特に軍政面や占領地住民、物価将兵に対しての人道な対応については、攻勢の評価はほぼ一致している。 乱ン無条件降伏を報じる1942年、昭和17年3月10日、陸軍記念日付の読売新聞記事では、写真付きで、乱ン方面陸軍最高指揮官たる今村の略も、紹介されており、今村将軍は、仙台の氏族で陸大を主席で卒業した秀才、だがその再起と不屈の闘志を温用に包む、近代的武将である、 教養に富部下を愛する謙虚な風格ある将軍である人情将軍今村中将と評されている。戦略面ではラバウルでの持久戦が示す通り先を読んで対策を行う能力に優れていた人物であったことは確かで終戦まで将兵の命を守ったことから日本軍の優れた指揮官としての評価は高い部下に非常に慕われる人柄であったため 統率に関してはしっかり取れていた。今村は部下を愛し、現地住民を愛したと言われ、それに対して部下、現地住民は絶大な親しみを寄せていたと言われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。